はい、どうも A1003HI です。前回ウルトラ警備隊に編入されてから、古賀博士、綾小林、ライリス・F・プランシュタインというふうな有名な人と会って、そして今前回はウルトラ警備隊の基地を探索して、いよいよ作戦室に入ります。よわっ、アヤとライは情報オペレーターと作戦参謀として協力してもらう。ゲーム隊長、今入った倉庫では DDF で開発された高性能火薬スパイナーの輸送機が撃墜された。何ですと、相手は依然不明だ。我々は別の輸送方法を考えなければならん。何か良い輸送手段はないだろうか。ウルトラウォーク以上で強行に運べばいいのでは。グーユー君だ、まだ撃墜される恐れがある。隊長、実験場までの総ルートが地図によれば700キロラリーのコースと一致します。ラリーに紛れておくのはどうでしょう。それは明暗だ。だったら俺の裁判にをつけばあっという間だ。いや、君の乗り物は目立ちすぎる。よーし、ラリー界はバンと天城を乗れ。あなた一乗地イングラムはポインターでルートの確保しよう。チェッ、俺がラリー界乗りたかったな。要するに君はラリーがしたかったんだろ。決まっ、俺のアルガはこの先の格納庫を入って右のパーソントルーバー用の格納庫ある。キューネクテはそこで整備されたさ。ホークさんごに確定してクイズルームよ。じゃ、僕はポインターで解除くから、今日はしっかりカードを頼むよ。さあ皆さん、いよいよです。さて、ウルトラ警備隊の初の任務、それは高性能火薬スパイナーの輸送をすること。700キロラリーに紛れて我々もいよいよとイングラムをアールガに乗せますよ。そしてラリー会場に向かいます。そこで何が起こるのか、何が待っているのか、敵は一体誰、そもそも誰がこんなスパイナーを狙うのか。あー、もういろいろ多すぎるよ、この原因究明。まあさっさと行きましょう。さて、ダンの言った通りウルトラホーク3号でアールガンは輸送されたと思います。さっさとラリー会場に向かって、いよいよ敵と会うのでしょうか。これがラリーってやつか、面白そうだ。スタートまでは時間があるな、話を聞いてみよう。さてイングラム、ハヤタ、一生自列、3人はこれからポインターに乗ってルートの確保をします。ラリー客はいろいろいます。話を一つ、あー皆さんすっごく気が立ってます。チッ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 、俺が一番さ。イングラム、そろそろサンスかな、あれも出発しよう。うん、すぐ行く。さあ皆さん、いよいよラリーのスタートです。すいません、バッテリー切れだ、失礼します。今日は申し訳ない。